おもちゃ大好き。タッチ機になると新しいことにどんどんチャレンジしてできたが増える時期になりますね。こんにちは、赤ちゃん本舗チーク玩具担当バイヤーです。こちら音いっぱい積み木なんですが、経験豊富なおもちゃ選定実績を持つおもちゃプランナーたちが選んだタッチ機のお子様に遊んでいただきたいおもちゃなんですよ。早速お呼びしてその理由を伺っていきたいと思います。音いっぱい積み木こんにちは、私たちはお子様の成長に合わせてチークおもちゃをおもちゃのプランナーが一人一人個別にプランを作成し定期的にお届けし交換をするサブスクリプションサービス、トイサブを運営しています。このトイサブで2万件以上の個別プランを作成し1500種類以上のおもちゃを選定検証してまいりました。株式会社トランドの竹山真希と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、おもちゃ選びのプロがタッチ機にこの商品を選んだ理由を教えていただけますか。はい、こちらの商品が素晴らしいのは1歳前後の小さなお子様にぴったりのサイズっていうところなんですね。通常ですと積み木だと 3,4 センチ角のものが多いんですけれども、これはですね、小さなお子様でも誤飲の心配がなく遊んでいただけるところがいいところだなと思います。でまたこの積み木は全ての積み木が鳴るようになっていて、あとはいろいろな形があることなんかもお子様の好奇心を引き出すのにつながっていると思います。最初はレトロのように振ったり、あとは音楽に合わせて親子でリズム遊びなんかをねこうしたりして、でその後は親御様が積み上げたものをお子様が崩して遊ぶといったような遊び方がおすすめです。慣れてきたらお子様の目の前で積んであげるのを見せてあげて、この積み上げ遊びに挑戦してみてください。この積み木は面が広くて積みやすいのもポイントです。なるほど、このできたがお子様の自信につながり挑戦する気持ちや好奇心を育むんですね。はい、成功体験というのはお子様の自己肯定感を育むのにとっても大切なので、ぜひ遊びやすさみたいなことは重視していただけるといいかなと思います。この積み木で遊んで積み木が積めるようになったというお子さんもたくさんいらっしゃいます。そうなんですね。積んだり崩したりする以外にもこの積み木をこうコロコロと横に転がして追いかけ遊びをしたり、あとは少し大きくなってくると見立て遊びなんかにも使えるので、まさにファースト積み木にぴったりです。今回のお話を聞いてお子様にはどうなるんだろうからこうなるんだといった体験をいっぱいしてほしいと思いました。ぜひ皆さんも参考にしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございましたご視聴ありがとうございました。